じゃーん。ちょっとまずは、今日はちょっとこの話からさせてください。ちなみにこれ今まだパナソニックのルミックス S5 で撮影してますけど、昨日からあのソニーの α7S3 が来たので、メインのカメラ S3 に今日から切り替えたいんですが、これソニーの純正の SD カードで、一応リードライトが300メガ、299メガっていうかなり高速な SD カード。こっち側プログレードの SD カードで、これも300メガのリードで、ライトは250と、カタログスペック上はちょっとスピードが遅い SD カードなんですね。まあ、スピード、遅いっていうか、まあ、ほぼ一緒なんですけど、ただ、ここはこれ、読めるかわかんないですけど、ここに V90 って書いてある。V90 にサポート、V90 に対応した SD カードで、ソニーのやつね、V いくつか書いてないんですよね。なんとこの α S3 はかなり SD カードのスピードが求められるんですけど、このソニーの純正の、まあ、リード300、ライト299ある SD カード入れて、で、ジャンと立ち上げると、これ、cannot record in this recording setting って言われちゃうんですよね。で、SDXC の V90 のメモリーカードか、CF Express の新しい規格のこのメモリーカードを入れるかしろって言われるんですよ。今回僕のこの録画設定って、まあ、S3 から新しく導入された XAVC-SI4K っていう、オールイントラフレームの、この間ちょっと説明しましたけど、すべてのフレームでキーフレームを打つっていうタイプのフォーマットを採用してて、まあ、これが編集の時にめちゃくちゃ軽くなるんで、あの最適化メディアとか使わずにめっちゃサクサクタイムラインが移動できてすっごい快適だったんですけど、ここに書いてある通り、この240Mbps、このスピードをね、満たすためには V90 の SD カードを使えというふうに怒られちゃうんですよ。なのでこのまさかのソニーの純正のカード、これではね、録画できなくて、まあたまたまもう一個持ってたこのプログレードの、これを挿してあげると、これだと何の警告のエラーもなく、普通に録画できるんですね。このね、α7S3 ちょっと親切だなと思ったのは、このビットレートはフレームレートでちゃんと変わってくるんですよね。オールアイのビットレートは、ものによってはフレームレートに関わらず400Mbps みたいな、あの、そういうやつも多かったんですけど、これ24フレームにするとちゃんと240Mbps。で、30にすると300Mbps。60にすると600Mbps みたいな感じで、ちゃんとフレームレートによってデータの転送量は変えてくるんで、まあそこは、あの、僕みたいに24フレームで撮影してると結構ストレージに優しいんですけど、まあそれでも今までってだいたい 100Mbps ぐらいが最大だったんで、それに比べると 2.4 倍データでかくなってるんで、何せ新しいカードとか、その高速なメディア選びがこの世代になってくると重要になってきますね。一応でもこのカードだったら、オールアイで撮っても 4K60 撮れるんだったら、この SD カードめっちゃ優秀ですね。さあ、ということで、最初にやらなきゃいけない儀式の一つが、この最高のバリアングルをより使いやすくするために、これでバッチリじゃないですか。これで、バッチリすぐ引き出せるようになりました。よし、はい、ということで改めましてドリキンです。α7S3 に 1635GM レンズ、このセットで、撮り始めております。昨日からようやくこの α7S3 使い始めてますけど、まあまだまだ全然使いこなせてないというか、もう本当に、あの、電源入れたまんまの、もう標準、基本的に標準の設定そのまんまで、何も考えずに取って出しの状態で昨日は動画撮ったんですけど、まあでも、もうポテンシャルっていうか、もうこの時点で十分っていうか、空ぶれももうなんかいらないんじゃないかなみたいな。あの、ソニーの標準の動画の色味がなんかめちゃくちゃ良くなってるんで、もうなんかこれも今スタンダードで、今日は空ぶれなしでこのまんまで取っ手出し行こうと思ってますけど、十分じゃないですかねっていう、もう本当になんか笑みしかこぼれてこないみたいな感じで、
めちゃくちゃテンション上がってるんですけど、あとやっぱり、ほんとしつこいですけど、オールイントラで撮影できるっていうのが、もう昨日もダヴィンチリゾルブで編集してて、あの、ルミックス S5 のやつは、やっぱり一回最適化メディア作って、全部一回事前処理して、まあ、編集時に軽いフォーマットに再変換した上で編集したんですけど、この α7 III の映像はもうオールアイで、オールイントラで撮ったやつをそのまんま、プロキシーとか最適化メディアみたいなものは何も作らずに、そのまんま編集したんですけど、もう遜色なくサクサク動くんで、いや、これこれこれと思って、いや、これは、いやー、またこれ言っちゃうと、いろいろ、コメントでツッコミがあるかもしれませんが、これは本当に、世界変わりました。昨日の α7 S3 と、ルミックスの S5 のテスト、比較テスト自体は、本当に取って出し比較として、まあ本当に一参考意見になればいいなと思って取ったんですけど、ちょっとだけ、再テスト、もうちょっと三脚重すぎたんで、もうボディ剥き出しでこれを手持ちして再テストします。ちょっとまず今日一つ目、昨日の動画から補足したいのが、あの ISO、 最低 ISO なんですけど、昨日はちょっとルミックスの S5 は最低 ISO が200までしか落ちないので、一方の α7S3 は80まで落とせるんで、明るいところで、こういうところで絞り切っても S5 だとちょっと白飛びしちゃう時が終わりますみたいな話をしたんですけど、どうもあの自動の ISO 設定が標準なのか、少なくとも僕がこれ手にした時は自動 ISO の最低感度が200だったんですけど、設定いじることで100まで落とせるんで、なのでルミックス側は今 ISO100 まで落ちてて、で α7S3 は80ですね。これで今全く同じシャッタースピード50分の1で比較してるんですけど、ここまで来ると S5 も F20、 ルミックス S5 も F20 で白飛びしないで適正露出が取れてますね。一方の α7S3 は ISO80 まで下がって F18 ですけど、これだと十分この明るい状況でも白飛びせずに撮れてる感じです。さらにこのルミックス S5 すごくて、拡張感度、拡張 ISO のモードで拡張感度オンみたいな、拡張 ISO モードオンにすると、感度50まで落とせて、今のルミックス側は50にして、こうやる、ここまで落とすと F14 で撮ってますね。でソニーの方は ISO80 なんで引き続き F18 ですけど、拡張感度使って ISO50 まで落とすと、ルミックスの方が、まあ、ある意味明るいところでも白飛びせずに動画が撮れるっていう、ちょっとこれがまず昨日と比べて1点補足したかったところです。だいぶ違いますよね。 F13 とかそこら辺でこの明るい状況で撮れるんで、ソニー側も F16 ですけど、これはね全然感度においてもルミックス S5 は特に、S3 と比較しても劣る感じはしないですね。ただなぜか自動 ISO 設定ではなぜか100までしか自動では落ちないっていう、手動で設定する必要があります。あとちょっともう一つ補足しておきたいのが、あの昨日速攻モードが速攻モードがなんかこう日陰のところに入ったところですごい S5 の方が顔が暗くなってたんですけど、あれもね速攻モードが全体速攻になってて、これも僕のミスですね。標準の、中央重点モードから、なんか設定が意図せず切り替わっていて全体速攻モードになっていたんで、後ろ側にかなり、明るいところに、引っ張られて露出が変わってたようで、今回顔あの全体にすると逆に顔の位置があの認識されて、比較的昨日よりは顔が明るく撮れてる気がしますね。ソニーの方は設定特に変えてないですけど、これで撮るとだいぶ昨日よりは、顔のあたりが暗くならずにいい感じに撮れてるんじゃないかと。しかしこれ
取り方、この取り方ですよ。こんな感じで両方で、三脚ない方が、三脚ない方が楽かなと思って、ちょっとでも重量軽くなるかなと思って、これ手持ちでレンズを持ちながら自撮りする方にしてみたけど、これはこれ辛いな。どっちにしても辛いっすね。ということで α7S3 だけで撮るモードに戻しました。今までちょっと S5 と比較するために比較的 24mm の画角に合わせて調整してましたけど、 S3 単体で撮るんだったら、まあ、そこは容赦する必要がないので、今これ 16mm アクティブ手ブレ補正をかけているので、ちょっとだけ画角狭くなってると思いますけど、 16mm の一番最高角端で、でも本当に手持ち、手が届く範囲で撮ってて、それでこの画角稼げますよ。しかもこの逆光の状況で、めちゃくちゃ不利な状況でこんな感じで無茶に自撮りしてるんですけど、これでも結構、そして何はともあれバリアングルでね、目線がずれちゃってると思いますけど、バリアングル慣れない、なんかバリアングルがね、もう本当についついフリップするの忘れちゃうぐらい、ちょっと慣れないっていうか、あまりにもないことにこう体が慣れてきてて、まだちょっとリハビリ中って感じですけど、いやバリアングルは素晴らしいですもうそれしかないのかっていう、お前のボキャブラリーそれしかないのかって感じですけど、本当に待ち望んでました。でですよ、ちょっと荷台持ちしてないから、アクティブ手ブレ補正もよりテストできると思うんですよね。これで今ちょっと両手持ち、レンズを下から両手で抱え込むように持ってますけど、これで 16mm 最高角端にして 1635 の GM レンズで歩いてますけど、これ昨日と比べても、昨日の動画もアクティブ手ブレ補正を有効にした直後、感動的なぐらい手ブレ補正が抑えられたと思うんですけど、後半に行くつれてどんどんひどくなっていったのは、手がそもそも支えられてなかったんですけど、今も言っても結構辛いですけど、一応両手支えにして抱え込むようにしてみて、まあ歩きは普通に歩いてる感じですけど、これ結構滑らかじゃないですか。これは衝撃の、フルサイズでこの手ブレ補正効くのは衝撃的な気がしますけど、どうですかお客さんどんなキャラだか分かんなくなってきたけど、やばい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 、もう戻んなきゃ。なんか30分おきにビデオ会議が入ってて、ちょっとその30分休憩の間に隙間でちょっと抜け出してきましたけど、ちょっと戻ります。いやー、こんな感じでもう普通に後ろから撮って歩くんだと完全にジンバル映像の感じですよね。これであと山川師匠直伝の、ジンバル歩きしたらどうですか。ジンバル歩きしたらもう完璧に、ジンバル歩き忘れてきちゃったけど、かなり安定して撮れる気がしますけど、こうなると自動水平補正が欲しいな。人は本当にどこまでも贅沢になりますね。Thank you. Have a good day. ちょっとあたかも GoPro のようにすごい無造作に持って、普通に動画撮れちゃうの、これやばいっすね。めっちゃ便利です。さあこれ何が届いたんだろう。こんな時にもバリアングルが便利。これはカラーなんですけど、これ届いた時点でカラーマジっすか。これ開いちゃってて、どっかに落としたかな。ひどっす。もう一個の方は、これはじゃじゃん、ちょっと新しいメーカー試してみました。この E さんの、
ピラメント PLA PLA プラスっていう、なんか PLA よりも強いやつ、 PLA プラスの、ピラメントグレイ、これをちょっと買ってみました。 Yeah, start to clapClap, cause I'm feeling